ナルティメットストームトリロジー。ナルティメットストーム。はい、ということで、ナルティメットストーム3の方やっていきたいと思います。レッツゴー。わー、なんかいいね。2からこの3になった時のその進化の加減がわかる。さあ今回もね、ナルティメットストーム2のように細かい会話とかはね、ちょっとはしょっていきます。で、大きいメインのイベントをがっつりとね、見ていくという感じにしたいと思いますので、ご了承いただけたらと思います。さあここは、ん、この葉かな。ナルティメットストーム3、もうロゴがね、かっけんだよなこれどこら辺から始まるんだろう。これは、あ、木の葉の里があるね、向こうに。あ、なんか来てるぞ。これは英雄の物語。字がかっこいいね、これ。このね、字をね、使いたいんで、俺も。うわ、びっくり。そういうことか。あー、ここからか、やっべえ確実に勝てねえ。さあ、来ましたな。あ、なるほど、なるほど、把握した。これあれだ、昔の話か。そっからスタートするんだね、今回ね。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。お、すげえいいとこだからな。いやいや、絶望すぎんだろ、これはよ。キュービだ。こんなでかかったっけ。おーい、キュービの引っかく技、そして吹っ飛びまくる。これオープニングに声優さん出てるのいいね、ちゃんとね、この字で。でかすぎ、ちょっと待って、こんでかかったっけ本当に。これで勝ち目がねえじゃん。まさに命を懸けて戦った。ミナト、気高く燃える意志を抱いたものの、俺に気づいたか。え、ちょっと待って、いきなり、ちょっと待って、あれ、いきなりこんなのだったっけ。ここはやらせない。お、え、いや、この術強すぎだろ。とりあえず一発は回避したね。ただ何度もこんなことできんぞ、多分。これだけの規模だと飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。待て、やばい。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか、早いな。ちょっと待てよ、いきなりもうなんか展開が凄まじいな。これさ、2の時よりさ、クオリティめちゃくちゃ上がってね。まずその画質の面で良くなってる気がするし。朽ちることのない真実の物語。キュービ襲来。おしょう、キュービ襲来。いや、待て待て待て、もう初っ端からキュービと戦いの熱い、しかもムービーだらけ、やば。テンション爆上がりなんだけど。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。あ、しかもテロップが勝手に、なにこれ、究極の決断。はあ、あ、ルート選べるんだ。英雄ルートと豪傑ルート、ポイントがそれぞれ振り分けられると。へー、どう違うんだろうね。
なんか英雄で行きたい気持ちもあるんだけども、なんかポイントがあるらしいですね。このポイントが。おー！なるほどね。こう分けれるんだ。お？佐藤は無事なのか？あ、視点が変わるってことかな？もしかしたら。どうなるんだろうね。謎の男と先に戦うってことなのか。一体。あー、やべえ。両方生きて。ちょっとどうしよう。でね、アルティメットストームね、セーブデータが何個も作れないんで、そのギャルゲみたいにね、周回みたいにできないんですよ。セーブ消してやるしかできないんですよね。だからとりあえず英雄行っていいですか？とりあえず英雄行かせてください。まずね、コノハを守りましょう。いや、こっちはもしかして3代目の視点かな？ぽいですね。おそらくキュービが今、あーそうだそうだそうだ。荒らしていると。おお前、アグレッシブだな。まるでスマブラのリザードンかのように。本当に、迫力が半端ねえぞ。あ、やっぱそうだ。こっちにみんなが。このままでは、この葉は。戦っておるとな。そういうことだな。まだ諦めるには早いぞ。おお、来たね。三代目ヒルゼン。いかに巨大な力を前にしても、臆してはならん。わしらには、守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おお、いやいや、この時期ね。あー、みんながまだちょっと若い気がするぞ、なんか若干だけど若い気がする。かっこいいじゃん。行くぞ。どういうバトルだこれ。てか戦闘開始。はいはいはい、なるほどね。あ、こういう風にくぐり抜けていくんだ。おお、攻撃をデンジャーが出たら回避して、みたいな感じかな。あの青いとこが、うわぁ丸を押すと攻撃できると。あ、なるほど。これ青いとこ行って、タコ流れにすると。で、本来はリングを使って殴っていくと感じかな。多分おそらくそういう手順でいいんでしょう。ここは、忍術も使えると。はいはいはい。あ、いいね。で、こうだった。キュウリの動きが鈍っている。鈍ってるときは、これでいいのか。おお気持ちいい。あ、超だ来た。あ、来て、ちょっと待って、やばい。あの連続の攻撃してると殴られる。超だ来たね。これ使っていいのか。待て、使おうぜ。超だを使う。あ、で、おお、キャラが変わった。超だ、はい、来ました。で、おそらくこれムービーのバトルだな。あの、なんだっけ、インタラクティブモードみたいな、忘れちゃった。はい、でいけるかこれ。おお、回せたのかな今。星2つしか手に入らなかったけど。投げ捨てる。迫力が半端ねえな。このさ、上のさ HP バーとかをもう消したいぐらい半端ねえ。さあ、ダメージ入ったね。お、次はどんどん来るじゃん。これさ、投げてりゃ勝てるんじゃね。ちょっと待って、これ強くね。クーマ手裏剣がまず強い。来るぞ。ただあいつの動き当たったら結構ひとたまりもないんだろうな。あ、また弱ったな。よし、いくぞ。1、2、3。で、これね、1、2ぐらいで終わっとこうか。1、2で終わっといて、あ、3いっちゃった。2で終われんかったわ。来たね。おー、来た。で、矢印の方にいると。で、ここで扱うと。うわ、いいね。ガッツがどんだけおるな、お前ら。どんだけおるだ。あれー、おでこに直撃。この絵半端ねえな。おでこに思いっきしったぞ、ガツーガの集合体がよ。食らってねえのか、こいつ。いや、そうか、なんかそうだ、操られてたかなんかなんだよね、この時。ダメージを与えたようです。ああ、致命的な一撃にはならない。そうだね、致命的な一撃になってね。うわ、やっべ、食らっちゃった。うわ、いって、これさ、大丈夫か。でも俺あんま食らってないね、総合的に見たら。やばい、近い。てかさ、リッチ、うわ、やばい。あ、よし、いける。これでとどめだ。よし、ワン、ツー、スイッチ。お、これでラストかな。うわー、来た、近く。わー、このコンビ相変わらずね。
そして、お、来た来た来た、これで縛るか。オッケー。さあ、リザードンアッシュ。アッシュじゃねえや。ちょうぞ。おほいほい。イノイチ。任せろ。ここより攻勢に出る。みんな、一斉攻撃。準備。おお、連打か。この頃からイノシカ超トリオがね、もう一緒に。行け！行け！めちゃくちゃすごいこれ。あ、里中ガチャクラを放ってたね今ね。あ、これは集中砲火。やばくねやばくねやばくね。うわもう半端ねえぞこれ。ただ数で勝負してたね完全に。あ。なーっしゃ、勝った。いやー、最後まだね、倒してないから出てるけど。こっからさらに暴れ回るか？どうなる？視点は。はい、とりあえずエースゲットしました。キュービーとりあえずダウンしたか？オッケーオッケーオッケー。ただ、まだ動くじゃん。バリバリ動くじゃん。いやいや、お前。早くお家に帰れ。あ、そう。目がね、そのシャリンガンのマークやってんだよな、これな。さすがに粘りおる。じゃが、じゃが、この葉は負けぬぞ。いや、この葉の意志は勝てえぜ。